監督で全曲 MV を出す。しかもタダで。それ映画館で上映するっていう。ウッディアレンかスピルバーグに。やってくんないタダでって言ってみようかな。ならついた風を切り裂いて走り出せカントリーロー。マイスイートアレルギーという外装がとてもおしゃれな CD ができましたので、こちら2000円で買っていただけたら幸いと思います。諦めてペダルこぐイエローボーイ。手紙書いた方がいいよね。ありもしないのに西に向かって走れ。雨は降りそうにない。乗れないハーレーは諦めてペダル漕ぐイエローボール。それはチャリンコってことですか。チャリンコロックンロールアメリカ。じゃあこのプロジェクトに関わる依頼は全部チャレンコでお願いします。気分はロックンロール。マジか。頑張れ。押し飛ばした風を目で追えばコードが引っかかる。斉藤良次映画祭積み上げるイライラは焼け虹が吹き飛ばすはずだった。ここは何すか。はい、足元気をつけてください。はい、アドレス書いてないでしょそこに。いやでもアドレス知ってますって聞けるでしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。これ分聞くよ俺。スペンバグの出演入れないですよね。どうも斉藤です。よろしくお願いします。僕の親友の黒川画伯、はい、一緒に作業する。11時から今6時です。7時間太陽向こうから向こうから。大使館に行ってスピルバーグ知ってますか。